こんにちは、ブラックイクコです。今日は炎上覚悟で言います。子供が自閉症とか発達障害とかそういうのでくよくよ悩んでいる親、あなた、まあ私も含めて、なんであなたのところにその子供たちが来たのか考えたことありますか？もうね、あなたのせいなんです。その子たちが来たのはあなたのせいなんです。世の中では自閉症や発達障害は親のせいではない、遺伝だとか脳の機能障害だとかそういうことを言いますが、そんなの関係ない。宇宙の法則で言うと、子供たちは親を選んで生まれてきます。そういうのを考えると、あなたにその子が必要だからあなたのところに来た、もうそれしかありません。ということはあなたのせいなんです。だからあなたを変えるため、あなたに何かを気づかせるためにその子たちはやってきました。だから今日は炎上覚悟で言っていますが、あなたのせいでその子はそういう症状とかそういう障害を持ってきたのです。本人がそれを望んできているので苦しくもありません。ただあなたはそれに気づいて世話をしたりすることで、自分がやるべきことやしていくこと、使命などに気づけることが絶対にあるはずです。だから今日はあえて言います。その自閉症、あなたのせいです。だからあなたが変わっていきましょう。以上です。ブラックイクコでした。はい、今日はブラックイクコが登場しました。いつもはね、黒じゃなくてピンクとか白とかそういうふわふわ系な色がね、もともと大好きなのでそういう感じでやっていましたが、ちょっと今日はブラックな感じで、ちょうどハロウィンのね、こういうアプリがあったのでちょっとね、これ使ってみました。ちょっと怖いかな。でも本当に皆さんに幸せになってほしいなと思って発信しています。なのでよかったらまた見てください。でいいなと思ったら高評価、またチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた。